試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。はじめに青コーナーより長谷川早紀江選手の入場です。ラブラブ、あ、ロゴね、ロゴボールだと思った。いや、先制攻撃あるでした。長谷川早紀江が今右手を上げて観客にアピールしていきました。今日の第4試合であります。最も注目度が高いと言ってもいいでしょう。今日の試合、アジャコング対長谷川早紀江のシングルマッチ、はい、またエプロンから場外に向かってフェイスクラッシュやりましたね、はい、いい試合で決まったんですよ、はい、お、長谷川序盤から止まっているぞ。またこの選手飛ばさないと意味ないんですよ、はい、この打撃戦か。もう一丁お願いします。もう一丁いきますか。まだ行きましょう。もう一丁、ありがとう。まだ行きますよ。最近は新崎人生がね、これをよく使ってそうですね。要するに動きそのままで言えば、ただコロナポスに甘いぶつけるだけ。お客さん、危ないで下がってください。選手に近づかないようにお願いいたします。危険です、下がってください。じゃあコング、やられたらやり返す。10倍返し、20倍返しのアジャコングになります。お客さん、危ないです、下がってください。西側の場外、そして放送席、本部席の方に向かってきた。選手に近づかないようにお願いします。ないよ。ローリングのバットを外して、危ない危ない危ないぞ。ブローリングの中にパイルドライバー、頼むよって感じですよね。いくらフラフラする、すぐ割とフラフラしちゃうじゃないですか、長谷川っていうのが。今ちょっと肩のあたりですかね、押さえている長谷川先へ。肩といえばアジャ選手の方も、はい、右肩右腕上腕二頭筋ですね、非常にすごいテーピンググルーヴなんですけども、ちょっと抑えているアジャコング。長谷川先へ、本当にターザン山本さんの奥さんにびっくりになっちゃいましたね。ニカさんですけども、はい、そうですか。こんなに若いんですか。16馬身差があるって言ったごめんなさい。いやいや、よし、先後ろ2つ目、前から向く、頑張れ頑張れ。まずは蹴られる長谷川早紀江が今日は見たかったというね、来ますよね、ところなんでしょう。あ、後ろ回し蹴り、しかしちょっとスピードがなかったか。ラリアット、カウント2。さあ、この第4試合、今先ほど試合を終えて今駆けつけてくれましたブル中野選手がゲストであります。ブル様、よろしくお願いしま す、長谷川対アジャ、ブル様はこの試合どんなところポイントに見てますか。怪我しないようしなければいいなものすごい試合になりそうですよね。まあ今本当長谷川先注目度高いですから、はい、いい顔になってきましたね。蹴られれば蹴られるほど、今やっぱり登っていく選手の顔しますよね、やられすぎというか、あまりにも無防備にやられますからね、長谷川の場合は。本当にヒヤッとさせられる一瞬というのが試合のうち何度も訪れるわけであります、この長谷川早紀江。まあ、思い切りがいいというか、はい、ノーガードでね、アジャの裏剣とかもろに食らっちゃいますからね。
極限状態になってからが強いっていう選手じゃないですか、長谷川どっちかというともうダメだろうっていう、なんかこう朦朧としたところからいきなりこうねそばっととかこう放ってきますからね、長谷川今日もこのあたり試合時間がある程度いってから長谷川の猛ラッシュというのがあるんでしょうか。アジャコムから長谷川先へ、今日は先制攻撃仕掛けたのが長谷川選手でしたから、うん、はい、ちょっといつもとの様子は違っていたのかもしれません、はい、まずは中盤グラウンドの攻防、どうやらアジャのこのテーピングの箇所、まあ鉄則ですけれども攻めていこう。アジャが今腕避けましたけどもね、綺麗に。まずは肩が緩いんですよね。はい、あ、緩いっていうとすぐ外れやすいっていうテーピングでかなりぐるぐる巻きにしてますが、どうなんでしょう、ちょっと脇固めあたりでやられると危ないんじゃないですか。抜けちゃうと思いますよ、はい、あ、さあその痛めている右肩を攻めようという長谷川、まあアジャに勝ちに行くとしたらね、もうこういった戦法しかないんでしょう。長谷川咲、とにかく今女子プロレスマット界敵なしという状態のこのアジャコングですけれども、長谷川咲がどこまでこの打撃戦に応戦していくのか、今日の第4試合であります。朝廷朝廷長打を見舞っていった、そして平手打ちというよりは5分経過、はい、5分経過、しかしハイアングルキック、あ、頭をこらしてしまったか、またしてもノーガードで顔面に蹴りを受けてしまった長谷川、カウントどうか、長谷川咲、まずはいいの一発もらいましたけれども、ボール、さあ今度は左足を取ってスタンディングのアキレス腱ホールドか、そして逆エビ、逆肩エビ固め、リング中央、この重いお尻が乗っかっては差し物長谷川咲もちょっと逃げられない状態でありましょう。リング中央であります。アジャの逆肩エビ固め、ちょっと長時間くらっていると後半戦にダメージを残してしまう。ブル選手ね、はい、あの逆エビと一本の足の逆肩エビ、はい、違いって言ったら変ですけれどもね、あの乗られた時の引っ張られ方って言うんですか。私は2つ足取られた方が痛いんですよ、腰が悪いんで。あ、長谷川はあの股関節やってるからこの方が痛いと思いますよ。あ、なるほど、やっぱり違うんですね、うん、今完全に痺れてる状態だと思うんで、はい、多分もう今すごい辛いと思いますよ。なるほど、まあ、じゃあもうその辺分かっていて攻めているのか分からないですけれども、やっぱり試合中使い分けてやってるわけですね。そうですね、その人に分けて、あっこよーキック、またすごい音が場内に轟いていきました。アジャコングの蹴り、おっと今度は SCF か、アジャコングこの体重になんか重そうな SCF ですよね完全に乗っかるんですよね、背中全体に乗られてますから、動きようないですよね。